今日はですね、バターを簡単に早く切れる方法を紹介します。私の切り方はこちらです。ピーリングナイフもしくはね、フルスナイフを用意してください。包み紙を開いたら、まずはですね、中心を切っていきます。ナイフは右手でこう持って、親指に刃を押し当てるイメージです。時間を計ってみましょう。ポイントはね、バターを手で持って下から上に向けてね、切るんです。そして右の親指をね、まな板代わりに使ってますよ。ナイフは引くと切れますけども、押すだけだと切れませんから大丈夫です。バターが柔らかいとね、切りにくいので、固いまま切ってください。はい、切れました。はい、34秒で切り終えましたよ。